私の仕事は弱き者を守るためにこの剣を振るうこと。黒騎士殿と呼ぶのは妙な感じがするが、致し方ない。迷い込んだ異界といえど、人々にあだなす用意は陰陽師の誇りにかけて調伏しよう。私の戦場は偽りの造物主が作り出した全ての世界。私の名前はリーゼロッテベルクマイスター。この世で最も汚らしバビロンの魔女。どんな世界でもこの手で地獄に変えてあげましょう。私の仕事は神の敵とサツキ君の敵を撃つこと。私の皆は初夏のウルスラ。でも使命から切り離されたこの異世界では、モモのしおりと呼んでほしい。パパ先生？なんて、ちょっとあざといかな。どうよ、パパ？私の制服姿もなかなかのもんでしょ？惚れ直してくれてもいいんだぞ。うりうり。着慣れぬ衣装ではありますが、いかがでしょう。いつか女らしい装いも披露したいとは考えておりましたが、最初が学生服とはいささか気恥ずかしいものがありますね。異物回収の成果のお披露目だよ。余計な詮索はすんなよ。おじさんはおじさんらしく頭空っぽにして制服姿のロキ様を楽しんでおけばいいんだからさ。異物回収、くっそ疲れたんだが。ふーん、これが異界異物と化した制服か。ま、たまにはこういう女の子っぽい格好をすんのも悪くないし。じゃんけんぴょん。